タリン沖海戦は、ロシア革命後の連合国の革命干渉中に発生したイギリス海軍とロシア社会主義連邦ソビエト共和国の老農赤色海軍との海戦である。1918年12月26日から12月27日にかけてフィンランド湾のタリン沖にて発生した。戦闘の結果、ソビエトロシアの革命軍人員自席で、 バルト艦隊革命軍人員が捕虜になるという陳時に至った。1914年に始まった第一次世界大戦は、1918年11月のドイツ帝国の降伏により終結した。しかしながら、ソビエトロシアと連合国との戦争は、まだ終わってはいなかった。対独戦争の終結によって連合国軍の軍だ上陸の可能性が高まると、レーベリに向かっていた。 ローノー赤軍、第7軍が側面及び後方から脅かされる、危険性が懸念されるようになった。ソビエトロシアと敵対するイギリス及び、エストニア艦隊との戦闘に備え、ソビエトロシアでは12月8日付で、海海ラスコーリニコフ、第7軍海軍司令官、バルト艦隊革命軍事員直属の、バルト艦隊特務分権隊が編成された。分権隊は、戦列艦、 アンドレイ・ペルボズ・バーン・ヌイ、巡洋艦、オレイク、艦隊水雷艇スパルターク、アフトロイル、アザールとからなっていた。文献隊の任務は、レーベリ沖のナイサール島を占領作戦のためのレーベリへの偵察任務とされた。12月25日、艦隊水雷艇隊に、レーベリ停泊地の偵察及び敵への砲撃命令が、下った。作戦では、艦隊水雷艇隊は、 任務遂行の後、戦列艦と巡洋艦の援護のもとに入ることになっていた。ところが、アザールドとアフトローイルは燃料不足によって出撃ができなかった。翌26日、ラスコーリニコフ隊長の乗るスパルターク艦艦がレーベリへ向かって出航した。スパルタークは、アエグナ島とナイサール島にあるエストニアの砲台を砲撃し、その後クロンシュタットへ向かうフィンランドの蒸気船を打破した。 しかし、そこからレーベリーへ向かう途上、13時15分にスパルタークはイギリス艦隊に遭遇した。軽巡洋艦、カリプソ、カラドック、駆逐艦、レンデッタ、ウェイクフルからなる優勢なイギリス海軍艦隊は、すぐさまスパルターク追撃を始めた。砲火が交わされた後、14時近くにスパルタークは浅瀬に衝突した。それでもスパルタークは砲撃を行ったが、 無理な体勢で射撃したため爆風で環境の窓が割れ、その際、キロに必要な海図を紛失した。環境では、自らの砲撃の爆風で損傷したのを、てっきり敵弾が命中したものと勘違いしたため、パニックが発生し、指揮を誤って、別の浅瀬に座礁した。事故のために操舵装置や船体が故障し、スクリュープロペラが破壊された。ラスコーリニコフは、艦の運命を諦めて、 自陳を命じた。しかし、船底が損傷して、キングストン弁も開けなかったため、ラスコーリニコフは、その命令を取り消した。座礁の瞬間、イギリス艦隊は30鎖の距離にいた。距離を半分に縮めながら、艦隊は返流に乗って救命艇を下ろした。捕獲グループがスパルタークに到着したが、彼らは、その薄汚く締まりのない乗員たち、赤い海軍水兵らに劣らず、 手入れを怠って荒れ果てた缶の状態に驚かされた。さらに、穴の開いた船体から水をかき出すための排水ポンプの始動について、自然発生的に始められたミーティングに上位化立つ方式に馴染んだイギリス人たちはさらに驚かされた。あろうことか、その問題はおそらく投票によって消されたのである。ともかく、排水ポンプは指導された。その後、スパルタークの上院は、 イギリス艦に移された。その日の夕刻駆逐艦ベンデッタは、スパルター区を浅瀬から引きずり出し、タリンへ栄光した。その夕刻エストニア当局は、勝者のための税を尽くした、晩餐会を催した。たくさんの料理と飲み物に、イギリス人たちは驚いた様子を見せたが、それというのも、タリンでの食料不足は周知のことであったのである。酒盛りは、夜遅く、 イギリス水兵たちの帰還の国限まで続いた。BS テシジャー海軍大佐は巡洋艦カリプソに帰着するとスパルター区で接収されたすべての文書を持ってくるよう命じた。その書類から彼はゴーグランド島近くにおそらく巡洋艦をレークが位置していることを突き止めた。彼は巡洋艦カラドックと駆逐艦ウェイクフルに速やかなる出撃を命じ、 残る艦船にも出撃準備を命じた。12月27日午前2時近く、ゴーグランド島へ向かう途上のテシジャー艦隊は10日艦船を敷いた艦艇を発見した。艦艇はイギリス艦隊と交わる航路の近くを航行していた。巡洋艦カリプソの信号手は艦艇はスパルター区の同型艦であると判別し、それは絶対に スパルタークと合流するために不具合を直して12月26日夕刻にクロンシュタットを出港したアフトロイルであると判定した。テシジャーは主官らの説得に応じず、来撃を受ける危険のある野戦を避けることとし、東方への航海を続行させた。しかしながら、ゴーグランド島沖では、オレークは発見されなかった。オレクは、スパルタクの帰還を待たずに停泊位置を変え、 その後クロンシュタットへ帰ってしまったのである。テシジャーはフィンランド湾にある唯一の敵艦、アフトローイルへ標的の変更を命じ、西海域へ向かった。アフトローイルは闇の中で敵艦隊ともすれ違ったが、味方のオレイクとも行き違ってしまったのである。テシジャーはタリン港に残る駆逐艦、ベンデッタとボーティガンにフィンランド湾入り口の警戒に着くよう出航を命じ。 自らは、機関の参艦を警戒線に展開させた。カラドックは、北面に、機関カ,カリプソは、南面に、駆逐艦、ウェイクフルは中央に陣取った。そして、三隻は西へ向かって、作敵を開始した。このようにしたアフトローイルは、袋のネズミとなり、はるかに優れた、敵戦力との遭遇は一重に時間の問題となった。時間は過ぎ去り、早朝、アフトロオイルは、 駆逐艦、ベンデッタ及び、ボーティガンと遭遇した。上院ミーティングの指示にのっとって、艦長、VA にコラー F は全速を命じ、艦は、ワン南岸ンンに沿って、クロンシュタットへの脱出を開始した。イギリス駆逐艦は、アフトロイルを追撃したが、対して速力を出さなかったため、アフトロイルは難なく敵艦から逃れることができた。しかしながら、12時25分近く、 モフニ島南方でアフトローイルは巡洋艦カリプスを先頭に進むイギリス艦隊を発見した。アフトローイルは機体進路を変更したが、そこにもまた敵艦がいた。アフトローイルは5隻のイギリス艦に包囲された。短時間の砲火が交わされた後、アフトローイルは白旗を掲げた。追跡及び交戦時において、イギリス艦は明らかにアフトローイルの早期降伏を待っており、 甚大な被害を与えないようにしていた。そのため、イギリス艦からは、せいぜい数回の砲撃が行われたに過ぎなかった。それにもかかわらず、12時48分に発射された、イギリス艦の最初の砲弾のうち1発が、中将を無線アンテナごと弾き飛ばし、その結果アフトローイルは無線通信を失った。スパルタークの降伏時と同様、アフトロイルには捕獲グループが派遣され、 乗員はイギリス艦へ移された。文明の進んだ航海者たちが幸福者にとった極度に厚かましい態度は言及に値する。イギリス水兵らは両艦の居住区画の捜査を行った際、欲しいと思ったものはすべて衣類やシーツ類、筆記用具といった士官個人の身の回りの品に至るまで何でも持ち去った。士官の選出ではシャンデリアがもぎ取られ、家具が運び出された。 アフトロイルの士官集会室にあったはずの縦型ピアノはやがてイギリス巡洋艦上で発見された。巡洋艦、カラドックの捕獲班は手に入れた戦利品を後に再び三分で売り払った。略奪に対する上院らの不満は誰一人として気にするものはなかった。イギリス人はこの出来事をただ間にパーティーを挟んだ二度の戦闘と記録しているだけである。 両艦隊水雷艇は1919 19年1月2日に、タリにてエストニアへ引き渡され、バンボラ並びに、連抜くと解消した。これにより、244名、内市251名が捕虜となり、その中には14名、内し18名の士官が含まれた。艦隊水雷艇の A やパブリーノフ、VA ニコラーエーフ両艦長は、エストニア海軍での勤務に合意したが、 艦長にはならなかった。捕虜たちにもエストニア海軍での勤務が進められたが、30名がそれに応じた。ラスコーリニコフは、本人確認の後残りの捕虜と共に、軽巡洋艦カリプソに乗せられた。後、カリプソが本国へ帰還する際、ラスコーリニコフ・バルト艦隊革命軍人員は、アフトロイルの政治将校である、水平アーディーヌイニュークと共に、イギリスへ送致された。 1919年5月27日には、デンマーク赤十字社を通じて両名は、ペトログラード・ベロ・オストロフにて、赤軍捕虜となっていた17内し19名のイギリス士官と交換された。イギリス人は、計らずも、ロシアの捕虜を重殺から救うこととなった。エストニアに残ったスパルタークのパーアブロフィーンはじめ、 27名の捕虜がエストニア人による死刑や非正規裁判で銃殺された。1919年から1920年にかけて捕虜となったもののうち94名のみがロシアへ帰還した。ありがとうございます。